ビリーの役に関して言えば最初に4人プラス1人、それから2回目が4人でした。で今回も4人で、足すと13人ですか。すごい、そうですね。13人 の、 あのビリーという小さい子の親になったんですけれども、それぞれにすごい強いあの印象があって、最初の頃の最初のビリーの子たちはもう青年に差し掛かってるんでしょうかね。それを実際にお会いした子もいますし、その感無量といいますか、それにあのふさわしいなんかそういう成長をこうされていて、おそらく今回また新たな4人のビリーたちが人生の最初の十何年かのうちの半年を一緒に過ごすことができるというので、今からあのドキドキワクワクしています。魅力はですね、もう語るとね、もう2時間ぐらい喋っちゃうぐらいいっぱい魅力があるんですけども、あのまず音楽が素晴らしい、そしてダンスも素晴らしい、そしてセットもすごい、そしてもう出演者もすごい。でもう多分私が知る限りではビリー・エリオットは、まあ、ミュージカルの最高峰に位置づけられているところの作品じゃないかなというふうに思ってます。ですからこれをね、ぜひね、もうお客さんに見ていただきたいと思います。前回はコロナ禍の中での稽古だったので、みんなマスクをして極力会わないように、稽古の時だけ会って、あとはもう本当にみんな顔を合わせないようにというか、そういうふうに時間も組まれていたので、今回はもう頭からみんながまだ覚えていないところから一緒に作っているので、とても前回とまた全然違う感じで稽古が進んでて、余計子どもたちの成長を見届けながら稽古できる、そんな今回は感じです。日々です。全般的にビリー・エリオット の、 あの稽古場に入って感じたことは、良かれと思ってつけてた役者としての部分は全部まず一遍そぎ落として、生の普通の人間のであるよりももっと本質的なものを引っ張り出して、それで舞台上に立ってるっていう感じなので、常にあのオープニングから多分あの幕締めまでそういう状態になると思うんですね。だからあの多分役者サイドも怖いと思いますし、それを見てるお客様もそこをドキドキすると思うんですよ。だからこそそのストーリーとして音楽もバックアップされるし、いろいろな踊りもそれもプラスされて、なんだろう、生っぽいビリー・エリオットっていう作品になるんじゃないかなって、すごく私はあの体感として思ってます。